今回は新田義貞という万世99のバカ殿に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。出てくるだけで面白いよねバカ殿。あの、政治。最新の若32や5代24よりは高いから、直木与原39よりも低い模様。魅力が召喚魅力68より低い男。読者から見れば十分すぎるくらい魅力的なキャラやから。妙な愛嬌がある。知力にもハテナが浮かんでいる。知力がハテナなんですけど具体的な数字は？こういう場合って普通は計測しきれないくらいすごいとか、何かの要因で変動するとかだよね。逆に考えれば武力が上がって知力低下しなければめちゃくちゃ知力高い可能性だってあるんだ。何かよくわからないけどできちゃいました系な殿である。よって計測不能。バカ殿って誰のことだ？こいつのせいでハテナを見るだけで笑うようになってしまった。戦うためだけに生まれてきたみたいな性能すぎる。そのために知力下がるの含めて義経的な魅力がある。でもここのバカ殿超かっこいいよ。ハテナのせいでなんだあいつって思ってそうなのくさ。もちろんサダムネだってわかってると思うけどね。一応分類上はあだなのに読者の愛されバカになってるやつ真面目に初めて見た。主人公の兄子マルシタ赤犬が苦労人になって読者に哀れまれるみたいに天然脳筋バカ殿で愛されキャラになるの本当おもろい。あだ認定はマジであって親しく話したことがあるかないかが大きいんだろうな。仮に新田家が没落してなくて北条とも深く関わる第五家人だったら新田義貞も若に恨まれてたかもな。主人公から見て、足利尊氏ラスボス、楠木正成師匠枠、新田義貞はてな、五代五&北畑今後共闘枠、お前だけ鎌倉攻め以外関係ないところで暴れまくってて笑うわ。鎌倉攻めの張本人なのに若とは最後まで対面することないのはなかなか不思議。ただ義はこいつの弟に生まれるべきだった。正直直接の若の仇は新田なんじゃないのか？一応裏切り者でもあるし。若からすると、会ったことすらない新田、そこそこの頻度で会っていて親しくもしていた高氏、どっちが裏切られて衝撃が大きかったかって話になるかと。でも裏切りへの復讐で動いてるわけじゃないらしいし。言っちゃあれだけど新田はガチのコッパなんだ。しかも説によるけど太平記シナリオだと、北条が新田に重税徴収に行って決起されたんだ。なんで幕府が揺らいでる状態で新田に重税かけたのかって言わせんな恥ずかしい。新田義貞が幼少期事項と会っていたら高氏より仲良くなってそう。今までの描写だと何か気のいいおじさんだし冷遇されてるとか関係なくいろいろ相手してくれそう。主人公からの言及がほとんどないよな。下級武士やから高氏みたいに会うこともなかっただろうし裏切った知らない人でしかない。新田、よく理解できないが承知したと伝えよ。若は高氏に挑戦したいらしいが新田殿に挑戦はしたくないのか。同じ南朝やしなんか独立勢力みたいになってたって説もどこかで見たけど。新田殿に挑戦したら若の知力まで低下してしまう疑惑。やだよ主人公の敵がバカ殿なのは。言うほど主人公の敵が足利尊氏なのはいいか？ハテナついてる天然キャラだとわかる直前のこのコマまでは尊氏に対してこの発言はさすが東洋の器だなぁと思ってた。こことかそうなんだけど、新田ってなんか話が噛み合ってない気がするんだよな。バカ殿と嘘つ97もあるの？戦は強いからな。少数の兵で幕府の大軍倒せるんだからすごいと嘘つだよ。でも自分の武力上昇で知力下がるからミスもしちゃうのがうむ。この時代の英雄たちの頂上決戦見ちゃったからこれからどう盛り上げてくのか楽しみ。こいつら全員別ベクトルで面白英雄すぎるもん。楠木正成、新田義貞、北畠顕家、みんな面白い奴らなのになんですぐ死んでしまうん。時行、なんで鎌倉滅ぼしたん？高氏、わからん。新田、わからん。楠木、正気かてめえら。バカ殿せっかく武力統率超一流なのに知力がハテナしてるから、運のどのどころか吹雪や市川にすら負けてるんだ。仮病使ったりはしなさそうな方のバカ殿。ぶっちゃけ新田もあんまりつっつくと北条家の誇りが出てくる位置なんで。バカ殿マジでこの漫画の西洋剤、ハテナ八角以降出てくるだけで笑える。なお出てくるとハテナ探しのために読むスピードが落ちる。新田くんはちまちま自分の領地を売り払ってたくらい困窮してたのに幕府が重税かけてきて払えるかこんなのを、って切れて、突発的に徴税官殺しちゃってその流れのままに倒幕に参加したんだっけ。まあ割と新田もかわいそうではあるし北条の責任がないとは言えないか。
なんで重税かけられたかっていうと、楠木正成とかいう土豪が倒幕掲げて引きこもってるからぶっ殺してこいって命令受けて、現場入りしたら鎧武者がボコボコにされてるの見て仮病で敵前逃亡かましたからなんだ。はっきり言って倒幕計画の一環としてやってなければ、重税どころかぶっ殺されても文句が言えないことやってるんだ。個人的この駒の果てなほんと好き。足利兵20人くらい倒しててバカとの杖と思ったけど、よく見たら血しぶきが果てなの形になってて爆笑した。どっちが偉くて強いのかってセリフもなんで高氏が強敵認定されてないのか分かってない感あって好き。どっちが偉くて強いのかってセリフバカそうで好き。この常に頭にクエスチョンマーク浮かんでる感じ、バイト入りたての頃の Y みたいで共感できるわ。多分吉貞は何がわからないのかもわからないから、お主よりワンランク上のステージにおるで。バカ殿だけど妙な色気がある。このページに行ったも高氏もかっけえな。足利サイドのキャラ紹介の度に鎌倉攻めで忍びや新力で勝てたみたいな利用されてる感ひどかったけど、いざ戦になると高氏出てくるまで弟もろなお同様みんなボコボコにして進軍してったの最高に見てて気持ちいい。でもこの人高氏にひどいことされるんでしょう。錦の御旗がもう一枚出てきたところのハテナは本当に誰もがハテナすぎておいたわしやバカ殿。新田義貞を天然キャラにするのはだいぶ思い切ったよね。不遇な扱いだったり天皇に見捨てられたりしても本人全く分かってないからシリアスにならないのはある意味すげえよ。部下たちとコントしてるのマジで好き。あくまでも主人公の一族滅亡させる実行犯の会話か。これが笑。高氏が同じことしたらめちゃくちゃ神として崇められそう。部下に舐めた口聞かれても怒らないし本当に器がでかいよ。血しぶきやべえけどハテナのせいでギャグにしか見えないのお腹痛い。バカ殿がコマに出てくるだけで笑顔になれる。数あるハテナの中でこのハテナが一番好き。このバカ殿もうすぐ死んじゃうの悲しい。絶対最後までハテナついててシリアスな笑いが生まれそうだけど、新田義貞ロスは主人公サイドが死ぬよりもきつそう。政治文章全部燃やした正真正銘のバカ殿、おかげで後醍醐は苦労する羽目に。鎌倉を火の海にしたのもこの人だからな。時行も忠義ももっと怒っていい。岩松と戦った時鎌倉の三条に対する恨み事を言うかと思ったけどなかったな。一周回って義貞くん可愛く見えてきたな。部下に舐めた口聞かれても怒らないというか、舐めた口聞かれたことに気づいていないというか。騎乗での二刀流本当にかっこいいよな。若も南朝に振ったし、新田や楠木は南朝の英雄だから若に恨ませるわけにもいかないし、都合の悪いところはぼかしていくだろう。あんだけ4万も軍勢率いることで来てた北条氏を一晩で壊滅させたから歴史に名高いのは当たり前なんだよな。北畠軍も楽しそうだったけど、バカ殿軍も楽しそう。正直新田義貞は描写されてないだけでかっこいいシーンまだまだあるから、スピンオフ出してほしい。公式スピンオフ義貞くんはわからない、よくわからず反乱起こしたら幕府滅ぼしちゃったけん。わからないうちに鎌倉幕府を滅ぼすな高氏か。バカ殿だけどついていきたくなる魅力がある。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。